どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、非常にね、たくさん聞かれるね、質問がありまして、今回ね、そちらについて動画をね、撮っていきたいなと思うんですけども、こちらの2枚のクレジットカードですね。はい。ヒルトアメックスとマリオットアメックスプレミアムカード。まあ、両方ともね、プレミアムカードということで、まあ、私の動画にもですね、非常にたくさん出てくるね、クレジットカードなわけなんですけども、このね、ヒルトアメックスプレミアムカードと、このね、マリオットアメックスプレミアムカード、両方ね、私持っておりますけども、まあ、これ実際ね、まあ、どっちがおすすめなのかということで、まあ、今回ですね、非常にこの質問ね、いただきますので、まあ、私なりにですね、解説ね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、内容に入る前にですね、コスパのいいね、クレジットカード、ホテルのクレジットカードね、どれですかって結構ね、聞かれるんですけども、この2枚のクレジットカードはね、コスパは良くないですよね。あ、まあ良くないって言ったら公平があるかもしれないですけども、まあこのね、プレミアムカードね、ヒルトンの方は、こちらね、年会費6万6000円ですし、このマリオットアメックスプレミアムカードも4万9500円ということで、非常に年会費が高いですよね。ですので、もしね、ホテルのクレジットカードで、まあお試しでね、1年間使ってみたいっていう方は、もうね、一番お勧めさせていただいてるのは、まあ動画とかでもね、言っておりますけども、こちらです。ヒルトアメックス一般カード。こちらのクレジットカードはですね、年会費1万6500円なんですよね。アメックスのクレジットカードって基本的にね、年会費が高く設定されてるんですけども、このクレジットカードは1万6500円ということで非常に安いです。で、またね、安いにもかかわらず、家族カードも1枚無料なんですよね。で、このね、マリオットアメックスプレミアムカードって、ちょっと前までね、SPG アメックスっていうクレジットカードで、年会費3万4100円のクレジットカードだったんですけども、その時ですらですね、家族カード1枚からね、有料だったんですよね。まあ、それがこのね、ヒルトアメックス一般カードに至っては、年会費1万6500円で、家族カードもね、1枚無料で利用することができて、何よりですね、こちら1年間の間にですね、150万円決済していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典ということで、先日ね、ネットでやっとね、チャットにはなりますけどね、予約できるようになったね、ウィークエンド無料宿泊特典が、150万円決済集めれば利用することができるんですよね。で、家族カードも1枚無料っていう話をさせていただきましたので、ご夫婦でね、決済合わせて150万円ね、集めていただければ、無料宿泊特典ね、一泊もらえてしまう。またね、こちら発行しただけで、ゴールドステータスに、ね、なることができますので、ご夫婦でね、ヒルトンホテル、そのウィークエンド無料宿泊特典で宿泊していただければですね、朝食もね、2名分、利用することができるっていう風になりますんで、非常にコスパがいいですよね。ですので、もしね、1年間でも、お試しでね、外資系のホテル利用されてみたいっていう方は、もうこのヒルトアメックスね、一般カードが非常におすすめって言った形になります。ですので、まあ、今回の動画ね、この2つのカードね、比較していきたいなと思うんですけども、まあ、コスパのいいね、カードを探しているのであれば、ヒルトアメックスね、ぜひ、一般カードね、利用していただければなと思います。今ね、新規入会キャンペーンもね、強化やっておりますんでね、ぜひ、検討していただければなと思います。ということで、このね、2枚の比較にね、移っていきたいなと思うわけなんですけども、まずね、基本スペックからですね、おさらいと含めて比較ね、やっていきたいなと思います。はい、ということで、まぁ、今回ですね、マリオットボムプレミアムカードとヒルトアメックスプレミアムカードね、比較やっていきたいなと思うんですけども、まぁ、今回の動画でね、まぁ、いいね、参考になるかなと思いましたんで、ヒルトアメックスの一般カードもね、一緒に入れております。こちらもね、ぜひ参考にしといていただきたいなと思うんですけども、まずね、一番最初に言いたいのは、この2つのクレジットカードですね。どういう方にね、おすすめなのかというと、基本的にはですね、ホテルのステータス欲しい方におすすめって言った形になります。で、またね、このマリオットボンボイプレミアムカードに関しては、マイルにもですね、交換現率でポイントを交換することができるんですよね。まあ、これは非常に有名ですけども、マイルをね、メインで貯められている方も、このマリオットボンボイプレミアムカードはおすすめって言った形になります。一応マイル還元率ね、1.25 を書かせていただきましたけども、アビアンカ、デルタ、ダイカン、アメリカン航空に関しては 1% 還元、ユナイテッド航空に関しては 1.5% 還元っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、まずね、年会費についてなんですけども、ヒルトアメックスプレミアムカードが6万6000円税込み。
マリオットボムプレミアムカードは 49,500円、税込みって言った形になります。年会費はね、非常に高く設定されておりますよね。まあ年会費は高く設定されているんですけども、決済額をね、積んでいただくとマリオットのプラチナであったり、ヒルトンのね、ダイヤモンドステータスとかは獲得することができます。で、家族カードはね、両方とも1枚無料。まあ、ヒルトンプレミアムカードに関しては3枚無料ということで、本会員を含めて合計4枚までね、発行することができます。還元率なんですけども、どちらも100円で3ポイント。ヒルトンアメックスも100円で3ポイントが貯まります。で、ホテルを利用した時ですね、マリオットボンボイプレミアムカードで、マリオットのね、ホテルに利用していただくと100円で3ポイント。で、ヒルとアメックスの場合は100円で7ポイントですね。ちょっとここイコールが抜けてますね。すいません。で、このね、マリオットボンブプレミアムカードでマリオットでね、宿泊した時ね、どんな感じでポイントが貯まるのか、ヒルとアメックスでヒルトンホテルに泊まったらね、どんな感じでポイントが貯まるのかっていうね、計算式については、まあ、覚える方法があるんですけども、めんどくさいんでね、私のね、LINE 公式アカウント登録していただければ、ここら辺のね、ポイント計算ツールとかもね、出しておりますんで、ぜひそちらね、参考にしていただければなと思います。で、貯まるポイントなんですけども、マリオットボンボイプレミアムカードの方は、マリオットポイントが貯まって、ヒルトンアメックスプレミアムカードの方は、ヒルトンポイントが貯まります。で、このね、有効期限に関してなんですけども、どちらもね、一応2年間っていうね、基本の、有効期限っていうのはあるんですけども、まあ、加算があればね、延長になりますんで、基本的に無期限と考えていただければなと思います。で、ポイントの価値に関しては、マリオットボンボイプレミアムカードの方は 0.5 円から1円以上、ヒルトンアメックスプレミアムカードの方は 0.3 円から 0.5 円っていう風になりまして、このね、2つのね、クレジットカードの大きなね、ポイントは、ポイント価値がですね、マリオットボンボイの方はですね、非常に高いです。まあ、非常にっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけども、ヒルトンのポイントっていうのはね、ポイント価値が非常に低いんですよね。まあこの前ね、動画出させていただきました、6京都ね、ありますけども、6京都であれば1ポイント1円とかでね、利用することができて、またね、スーパーリゾート地、まあモルジブとかね、まあそういったところであれば、1ポイントね、1円と以上とかでね、使うことができるんですけども、まあ国内とかであればね、基本的にこのぐらいで思っといた方がいいと思います。マリオットはですね、結構ね、0.5 円以上でね、利用することができて、国内でもね、1ポイント1円以上でね、利用することも結構できたりいたします。ですけどもね、マリオットも昔みたいにですね、ポイントはね、カテゴリー制ではなくて、変動制にね、切り替わって、今ね、ヒルトンもマリオットも変動制になりましたので、ちょっとね、少しレーターは悪くなりましたけども、それでもね、マリオットの方は、まだね、ポイント価値が高いかなって個人的には思っております。で、またね、マイルの交換レートなんですけども、マリオットボンボイプレミアムカードは3ポイント1マイルに交換することができて、ヒルトンアメックスの方はね、1万ポイントで1000マイルにしか交換することができないっていう風になりますんで、マイルを貯めたいっていう方はもうね、マリオットアメックス一択っていった形になります。ですので、ホテルも泊まりたい、マイルも貯めたいっていう方はもうマリオットボンボイしかね、あの選択肢はね、入ってこないっていう風になります。というのもやはりね、交換率がね、こんだけ違うっていう風になりますんで、マリオットボンボイの方はね、6万ポイント一気に交換していただくとね、2万から3万マイルに交換することができるんですけども、まあ、6万ポイント交換してもね、6000マイルしかならないんでね、非常に交換レート悪いですよね。ですので、マイルを考えるんだったらもうマリオット一択になってしまうっていうところですね。で、ホテルのステータスに関しては両方ともね、ゴールドステータスが付与されます。で、ここでですね、ヒルトンのね、強い部分はゴールドステータスでも朝食2名分無料になります。ですので、カードを発行していただくだけでね、朝食が2名分無料になるんですよね。これも非常に大きい特典の一つです。ですけども、マリオットの方はね、ゴールドでは朝食つきませんのでね、まあ、アップグレードで、ね、利用することはできますけども、こういった形になります。で、更新特典なんですけども、マリオットの方は更新していただくと宿泊実績は15泊分もらいます。この15泊分っていうのは、マリオットのね、ホテルプログラムだと50泊するとプラチナ、75泊でチタン、100泊とプラス、利用金額足すとアンバサダーっていうステータスになれるんですけども、そういったね、上位ステータスを利用する方はですね、こちら15泊もらえますんで、35泊ね、プラスしていただければ、プラチナステータスにね、宿泊実績でなることができます。ヒルトンの方はですね、プレミアムカードの場合はね、更新していただくだけで、ウィークエンド無料宿泊特典がもらえます。こちらね、失礼しました。書きっぱなしにしておきましたけども、一般カードの方は、更新しただけではもらえないです。年間150万円決済すると、ウィークエンド無料宿泊特典がもらえます。
で、マリオットの方はですね、決済額と更新ということで、年間150万円決済していただいて、さらにね、カードを更新していただくと、無料宿泊特典がもらえます。これはね、一括5万ポイントまでのホテルに宿泊することができて、自腹でね、1万5000まで足すことができるんですけども、最大6万5000ポイントのホテルに一泊ね、宿泊することができます。で、ヒルトンの方はですね、こちらウィークエンド無料宿泊特典がね、プレミアムカードの場合は、更新するだけね、もらえるわけなんですけども、これのね、非常に強いところは、スタンダードルーム特典の空いてるホテルであれば、どこでも利用することができるっていうところですね。ですので、ロック京都でもね、利用することができますし、ヒルトンもオリジナルも利用することができますし、ニューヨークのね、コンラットとかでも利用することができるっていう風になりますんで、このね、ヒルトンアメックスのこのウィークエンド無料宿泊特典、金土日でしか利用することができませんけども、これはね、非常に強いですよね。マリオットの方はね、5万ポイントっていう風になりますんで、自腹で1万5000足したとしても、最大6万5000ポイントのホテルしか、ね、利用することができませんからね。またね、ヒルトンアメックスの方は年間200万円決済していくと、ヒルトン最上級ステータスのヒルトンダイヤモンドステータスを獲得することができるっていう風になります。で、マリオットの方はですね、年間400万円決済していただくと、マリオットのステータスはゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーっていう風になるわけなんですけども、ラウンジとかね、朝食がつく、マリオットプラチナにね、400万円決済してカード更新していただくとなることができます。で、またね、ヒルトンアメックスプレミアムカードの方は、カードの更新で無料宿泊特典が1泊もらえるんですけども、年間300万円決済していただくと、さらにもう1枚、ウィークエンド無料宿泊特典がもらうことができます。これ非常に強いですよね。ですので、ヒルトンアメックスプレミアムカードを持って、年間300万円決済できる方は、ダイヤモンドステータスになれて、なおかつ、ウィークエンド無料宿泊特典が2枚ね、もらえるっていう風になりますんでね。年会費は鬼のように高いですけども、やはり特典はね、非常に強いですよね。で、また先ほど言った通りね、どこでも使うことがね、客室さえ空いていればね、できるっていう風になりますんで、これは本当に強いですよね。で、またね、ここから、ラウンジとかね、海外旅行保険とかね、プロテクションとか入ってくるんですけども、ここらはね、ほとんど同じです。この一般カードだけね、空いてるところはね、ありますけども、マリオットと、ヒルトンアメックスプレミアムカードに関しては、これはね、全部一緒です。で、帰国時のね、手荷物宅配サービスも、マリオットボンベプレミアムカードとヒルトンアメックスプレミアムカードね、両方とも羽田空港、成田空港、中部国際空港、関西国際空港ね、利用することができるっていう風になっておりまして、アメックスの場合はね、羽田空港第3ターミナルしか利用することができませんので、第2ターミナルからね、国際線飛ぶようになりましたけども、第2ターミナルは利用することができません。で、国際ブランドはアメックス。で、発行元もこちらはアメリカンエクスプレスのクレジットカードっていう風になります。で、一応ね、備考欄にね、このマリオットボンベの方はね、リッツカールトンとかセントレジスとかね、こういったところで2泊以上ね、連泊すると100ドル分のね、ホテルクレジットもらえたりするんですけども、まあ、ここでね、現金に宿泊する方ってのはね、かなりの贅沢ができる方じゃないとね、利用することができないんで、一応ね、入れときましたけども、こういった特典もあります。で、ヒルトンの方は、ヒルトンプレミアムクラブジャパンですね。プレミアムカードの方は、初年度年会費無料。で、2年目以降は実質無料が利用することができて、一般カードの方は、最初から実質無料でね、利用することができます。1万円は払うけど、5000円の割引が2枚もらえるとかね、そんなだと思うんですけども、こっちはね、初年度無料なんでもらえないと思うんですけど、こっちは1万円払ってんで多分もらえると思いますね。まあ、こういった感じでね、HPCG の特典もね、利用することができます。このね、ヒルトンアメックスプレミアムカードね、こんだけ年会費高いんでね、HPCG ね、ずっとつけてくれればね、非常にいいですよね。はい。まあ、これはね、結構思ったりするんですけども、まあ、基本スペックはね、こういった形になっておりますので、まあ、こちらね、ぜひ参考にしていただければなと思います。何度も言ってると思うんですけども、もう、マイルをね、選択肢に入れると、もう、マリオットボンベプレミアムカード一択っていう風になりまして、まあ、ホテルだけでコスパよくね、利用されたいっていう方は、ヒルトンアメックス一般カード。で、ヒルトンのダイヤモンドステータスとかね、まあ、ちょっと年会費が高くてもお得にね、利用されたいっていう方はですね、ヒルトンアメックスプレミアムカードがね、おすすめっていった形になります。はい、こういったところで、基本スペックね、紹介させていただいたわけなんですけども、私個人的にね、思うマリオットのメリット、デメリット、ヒルトンのメリット、デメリットをね、紹介していきたいなと思うんですけども、まずですね、マリオットのメリットなんですけども、やはりね、ポイント価値が高いところですね。
今ね、どんどんね、必要ポイント数は上がってはきているんですけども、2022年、1年間でいろんなマリオットホテルとね、ヒルトンホテル宿泊させていただいて、ところどころでですね、ヒルトンとマリオットのね、ホテルポイント数ね、比べて、まあお得な方をね、宿泊させていただいたわけなんですけども、やはりね、マリオットの方はですね、ポイント価値が高いですね。本当に2、3万ポイントでもですね、宿泊することがね、できるホテルが結構ありますので、これはね、本当に強いですね。で、またね、ホテルがね、マリオットホテルはね、本当に多いんですよね。やはりね、ヒルトンホテルと比べると、まあ国内もそうだと思うんですけども、マリオットの方がね、ホテル数が多いので、まあ、利用しやすさっていうと、マリオットの方がね、高いかなっていうふうに思いますかね。やはりね、行きたいところにね、ホテルがないとね、どうやっても利用することができませんので、大都市ね、見ていただくと、基本的にマリオットホテルの方ね、多くて、まあ利用しやすい部分がね、多いかなと思います。で、またね、マリオットのいいところは、やはりね、マイルに交換することができるっていう点ですね。これは本当にね、まあホテルだけでね、比較してしまうと、まあここは入ってこないと思うんですけども、まあ私個人的にはですね、マイルにもね、非常に交換いたしますし、まあマリオットポイントね、集めてますよってずっと言ってると思うんですけども、マイルに交換するためにね、マリオットポイントを集めてるっていう風になりますんで、まあマリオットホテルにね、宿泊することもあるんですけども、まあ基本はね、マリオットポイントはマイルにね、交換しているっていう風になりますかね。で、次にね、マリオットのデメリットなんですけども、マリオットのデメリットはですね、まず年間ね、150万円決済して無料宿泊もらえますよね。これがやはりね、一括5万ポイントまで、またね、1万5000ポイント足せばね、まあ、最大6万5000ポイントまでのホテルは利用することができるんですけども、これもね、ちょっとね、今ポイント数結構多くなってきてね、ちょっと前までね、マリオットポイントって、ポイント宿泊ね、カテゴリー制で分かれてたので、非常に使いやすかったんですけども、今はね、変動制になってしまって、結構ね、ポイント数高くなってきてる部分もあるので、これがね、ちょっとね、7万とかね、8万ぐらいのね、ホテルに宿泊ね、できるチケットであればですね、結構いいなと思うんですけども、5万ポイントっていうのはね、ちょっとね、残念ポイントかなっていうふうに、思います。で、またね、マリオットポイントはですね、ポイントで宿泊したとき、まあ、この無料宿泊特典もそうですけども、普通のポイントで宿泊したときもそうなんですけども、リゾート料金がね、別途かかるんですよね。これもね、結構私動画内で言っておりますけども、これね、結構残念ポイントなんですよね。まあ、私のね、ホテルのマリオットポイント、フィルトンポイントの一番のね、お得な使い方っていうのは、ポイントで5連泊していただくと、5泊目が無料になるんですよね。ですんで5泊分だと4泊分のホテルポイントで5泊分できるんですよね。まあ、こうすると、まあ、4泊分のポイントで5泊分できるんで非常にお得ですよね。これだけでやっぱ泊まりたいじゃないですか。せっかくポイントをたくさん貯めて、海外旅行でね、5泊分使いたい、まあ、10日にしてね、使いたいとかね、あると思うんですけども、これがですね、マリオットの場合はリゾート料金が上に乗っかってくるんですよね。まあ、ハワイとかね、ニューヨークとか、まあ、大都市だとね、結構設定されてるんですけども、リゾート料金が1日何ドルってかかるんですよね。まあ、これがね、まあ、1ドルとか2ドルとかだったら別にいいんですけども、マリオットの場合はね、本当に30ドルとかね、50ドルとかね、これもホテルブランドとホテルによって違うんですよね。もちろん、リッツカールトンはどこでもかかった覚えがないんですけども、他のね、ホテルだったらですね、かかったりしたりしなかったりするんで、これがね、ちょっと残念ポイントですよね。だから5連泊とかね、してしまうと、まあ、1泊30ドル取らえばね、5泊で150ドル請求されるっていう風になりますんで、なんかね、ポイントせっかく貯めたのにお金かかるっていうのもね、ちょっと嫌な感じがしちゃいますよね。この点ね、ヒルトンはリゾート料金っていうね、そういう設定自体はあるんですけども、ステータスで免除になるんですよね。ですので、ヒルトンホテルのポイント宿泊とか、ウィークエンド無料宿泊特典で宿泊すると、リゾート料金は一切かかんないんですよね。ヨーロッパだけ税金が請求されました。5ユーロとかね、6ユーロとかそんなレベルでしたけども、まあ、ヨーロッパはね、それ請求されたんですけども、アメリカとかね、そういったところでは、税金すらね、請求がなかったので、本当にね、0円で利用することができるっていう風になりますんで、マリオットのね、デメリットは本当にね、これがね、結構思う部分がございますかね。で、ヒルトンのね、次にメリットなんですけども、やはりね、このプレミアムカードのね、一般カードのコスパの良さもあるんですけども、プレミアムカードの200万円でダイヤモンドステータスっていうのはね、やっぱりすごいですよね。
私の動画でね、このアメックスを使って投資信託でね、まあ、お得に購入する方法とかね、解説させていただきますけども、まあ、これはね、マックスで、こちらもね、家族カード3枚まで無料なんで、まあ、ご夫婦とかね、やっていただければ、年間120万円までですね、この投資信託購入で120万円の決済収入をね、入れることができるんですよね。ですので、残り80万円。決済していただければ、まあ、ダイヤモンドステータスね、獲得することができるっていう風になりますし、またね、カードの更新でウィークエンド無料宿泊特典、またね、もう100万使えれば、ウィークエンド無料宿泊特典もう1枚もらえたりするっていう風になりますんで、300万円ね、利用できる方であればですね、年間ね、2枚もウィークエンド無料宿泊特典もらえるっていう風になりますんで、普通に土日ね、宿泊することができるっていう風になりますんで、これはね、本当に強いですよね。しかもね、300万切れる方であれば、まあ、ダイヤモンドにもね、なっているっていう風になりますんでね。このヒルトンアメックスプレミアムカードのね、おすすめポイントは本当にここですかね。で、ヒルトンのね、デメリットなんですけども、本当にね、マリオットのメリットが本当にヒルトンのデメリットになってるんですけども、やはりね、ヒルトンのデメリットは、ポイント価値が低い点ですね。やはり、先ほども言ってると思うんですけども、ヒルトンポイントをですね、1ポイント1円以上で使うってね、国内だと本当に6京都ぐらいしかできないと思いますし、まあもちろん年末年始とかね、スーパー繁忙期とかだったら、まあできる可能性はね、高かったりするんですけども、マリオットぐらいね、気軽に利用することができないっていう点がございますよね。で、またね、ホテルの数もちょっと少ない。で、またね、マイルにも交換することができないっていう風になりますんで、本当にね、ヒルトンカードは、まあ、ホテルメインのね、利用っていう風になりますんで、まあ、この点がね、デメリットかなっていうところですかね。まあ、私個人的にはですね、まあ、こういったね、感じの感想になるわけなんですけども、あ、これはね、まあ、あくまでね、私の感想っていう風になりますんで、私はね、こう思わないよみたいなね、意見がございましたらですね、ぜひね、コメントいただければな、なんていう風に思うんですけども、まあ、私ね、どちらが一個ね、おすすめはどっちですかって結構聞かれるんですけども、私はね、どっちかな、やはりね、でもどっちだろう、どっちか1枚しか残さないって言われたら、やはり私はヒルトンを残しますかね。はい、まあマリオットのね、ポイントはもちろん集めてる部分がございますんで、マリオットボンボイポイントはね、集めてるんですけども、マリオットポイントっていうのはポイントサイトでもね、今集めることができるようになりましたよね。まあクレジットカードをね、わざわざ作らなくてもポイントサイトハピタスからですね、1ポイント1円ポイントでね、マリオットボンボイポイントにね、交換することができるようになりましたので、まあこれでね、マリオットポイントをね、ハピタスで集めて、まあ、ヒルトンはね、クレジットカードでポイント集めてみたいなね、まあこういった感じでね、利用することもね、できるっていう風になりますんで、まあ私がね、どちらか1枚残せって言われたら、多分ね、ヒルトンアメックスをね、まあ残すのではないのかなっていうところですかね。まあ私もね、ずっと毎年ね、プラチナとダイヤモンドね、維持して修行とかね、してたわけなんですけども、まあさすがにね、もう辛いということで、まあ来年からはですね、ヒルトンはね、ゴールドに落ちますし、まあ、マリオットはね、決済額で、来年まではですね、プラチナ維持できるんですけども、まあ、その先はね、ちょっと今考えてないっていう感じなんですよね。まあ、マリオットもね、決済収入はね、400万でプラチナじゃないですか。結構ハードル高いですよね。私は全然無理なので、120万ね、投資信託でカバーしたとしても、その後ね、280万が切れないので、だからまあ、決済でね、いけるっていうのも多分今年だけになってしまうと思いますんで、各年でね、ステータス維持していこうかな、なんていうふうに思ってるんですけども、私の見解だとね、まあ、こういった感じになりますかね。はい、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、本当にね、この2枚どっちがいいですかってめちゃくちゃ聞かれるんですけども、やはりね、マイルにね、交換されたいっていう方はね、もうマリオット一択になると思いますしね、まあ、ホテルだけで利用されたいっていう方は、まあ、ヒルトンでいいんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、ぜひね、ご自身に合ったね、クレジットカードをね、まあ、選んでいただければな、と思いますかね。マリオットポイントはね、ポイントサイトから移行することができるっていう風になりますんで、ここはね、結構いいですよね。まあ、ヒルトンはね、ポイントサイトでね、今のところ、ヒルトンにね、交換できるサイトってありませんので、まあ、そういった使い方もね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。